キルインさん、西川さんのニーハイ姿どうでしたか？これからもどんどん絡んでほしいですとのことが。僕ね、ニーハイが前から大好きって言ってるんですけどもね、膝上までのソックスね、西川貴教さんのこの当日の衣装が確かにニーハイだったんですよ。短パンにブーツで、そう太ももだけ出ているっていうね。いや、確かにニーハイだとは認識しましたよ、僕も。でも、まあ、大先輩、大先輩ですよね。大先輩で、もう本当にもちろん頭も上がらないし、そんなね、変な冗談も言えないですよ、そら。でも、全く興奮しないするかって言う。俺ね、ニーハイ好きだけども、女性のニーハイが好きだしね。根本ね。根本だ。ニーハイだったら何でもいいってわけじゃないんですよ。ですからね、まあ、でも、ちょっと分析しちゃった。毛が一切なくてめっちゃ綺麗なんだよね。西川さんの似合い姿。興奮はしないよ。興奮はもちろんしませんよ。でもあれは女性ファンは西川さんの似合い姿見て興奮してるんでしょうかね。どうなんでしょうね。してるんでしょうね、きっと。でしょうね。やっぱり、西川さんもまあ、アーティストであるパフォーマーであるからね、ファンが嫌が、ファンが多少なりとも嫌がってないから履いてるわけですもんね。はぁ、あ。毛の処理とかもな、まあ、それ生々しい話、ちょっとしちゃいけないな、ちょっと。興奮はしてません。